こんばんは。テロップを書きます。書きます。どうしようかな。どうもこんばんは。ドラフト研究生の沖優香です。どうも。1時間ほど今日もやります。はい、今日もやります。そうですね、今日も台風が近づいてきました。そうですね、台風が近づいてきてますね。今日はそう、無駄な一日でしたね。何が無駄かというと、今日ほど無駄な日はないと思うぐらい無駄な一日を過ごしまして、まあメールを読んでくれた方分かってるんですけど、分かってくれてるはずなんですけども、私は無駄のない無駄な日は、無駄のない無駄な時間は好きですけど、本当に無駄な無駄な日はそんなに好きではないんですよね。無駄が多すぎた、そんな一日でした。はい。まあそんな感じで今日もやっていきます。ゆっくりするのとダラダラするのは違う、それなんですよね。ちょっと意識がない間にダラダラしてる。まあ要は寝てたんですけども、寝てたんですよ。買い物行こうと思ったら寝てまして、気づいたら夜なわけですよね。あらって、私服まで着替えて寝てたんですよ。しかも服まで着替えて寝てたからさ、もうしんどいしんどいしんどばっとすぎるフリック入力じゃないことにびっくり。そうなんですよ。なんかガラケーの名残でポンポンポン、うちが、私小学校3年生ぐらいの時に携帯を持ち出したので、スマホに変えるまでガラケーの方が長くて、小3から中2ぐらいまでずっとガラケーだったんですよ。でそっからスマホに変えたんですけど、スマホに変えて iPhone に変えたんですけども、もう慣れちゃってて指が、だからあいうとかで打つんですよ。そしたらそれをめっちゃ舞ちゃんがなんか、いや文字打つときめっちゃカチカチ音鳴ってるなと思ってたけど、フリック入力してなかったんだねって驚かれて、わかんないんですよね。もうフリック入力ってこう一回長押ししてこうあとかいとかうとかを出してからこうやってスライドさせなきゃいけないじゃないですか。それがもうわかんなくて、だったらもう指が覚えてるから、その何回押せばうが出るとかが、だからもう全然カチカチしてます。はい、フリックより早い自信ありますよ私。普通にそれで連絡返してきてたんで、あの JK 時代は普通に早いはずなんですけどうん、今日部屋が明るい。そう、確かに電気変えてないけど明るい気がする。まあそんな感じですね。まあ全然どうでもいい情報なんですけど、はい、いやー前の携帯まだあるの。歴代携帯は家にありますけど、起動させてないんでね、わからんのです。カーテン閉まってないですそう、今日もドットですよ。サマステ出るんだね。ああも
もう出たんだ。そうなんですか、私出れるんだ。情報入手してなかった。もうメンバー発表されたんですね。やった、サマーステーションで出れるそうです。わーいわーいわーい、楽しみですね。9月だったかな、確か9月だったかな、8月だったかな、多分9月。いろんなのとごちゃごちゃになってる。まあぜひ公式8月14日ウェイウェイ、めっちゃすぐやん。9月はあれか、間違えた。8月14日おじゃあ8月14日サマーステーション、そっか、ランク外コンサートの次の日か。やば、もうすぐやん、マジか、やばいやばい、頑張ります、頑張ります。楽しみ楽しみ。でも夏が似合わないんですよね、私。もう私ティフン行って思いましたもん、これほどまでに夏が似合わない人物が野外ステージとかに出ていいのかなって。サマステも野外ですか、お初六本木。違うんですよ、ニコファーレはギロッポンでした。ニコファーレはギロッポンでした。だからのんちゃんさんがめっちゃ業界用語使ってたの覚えてますよ。シースーとか肉焼きとか言ってましたから、なんでこんな業界用語使ってるんだろうって思ったらギロッポンだったんですね、ニコファーレが。ポン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 ギロッポン。サマステは中庭、おう、イベントなどで自己紹介していただけないでしょうか。はい、じゃあ私がせーのって言ったらおきちゃんって言ってください。はーい、 SDU48 であなたの一番のお気に入りは、せーの、おきちゃん。はい、よくできました。岡山県出身 SDU48 ドラフト3期研究生のおきちゃんこと木優香です。っていう、もう苦笑者の苦笑い必須の自己紹介をしております。はい、よろしくお願いします。野外楽しみだな。でも何の衣装だろう、何の衣装だろう、新衣装がいいな、暑いし。暑いし、私ね、一個言うと、すごいこの自分のね、自分的にすごい、私かわいそうだなって思ったことがありまして、新衣装ね、ティフの衣装、あれね、上の丈が短いんですよ。でスカートが結構長めっていうか、このスカートが下に長いんじゃなくて上ハイウエストっぽくなってて、で上丈が短いんですよ。で私って座高が高くて、言ったら胴体がめっちゃ長いんですね。それはもう昔からなんで、まあチンチクリンなんですよ、要は。そうしたら踊ってる時にちょっとでも上を上げると、こう上のね丈がこう見えるんですけど、したら私はみんなこう上をこうやったらスカートが見えるんですよ、大体ハイウエストのスカートが。でも私は骨盤が人より下にあるから、
シャツが見えるんですね。あ、中に着てるインナーが見えるんですよ。で、私 TIFF の映像を見た時に、夢力の2番を踊ってる時に人一倍シャツが見えてることに気づいて、あって、あ、スタイルの悪さが露見してしまったと思い、でも私にはまだ一筋の希望の光があって、それが何かと言いますと、あれまだ自分の衣装じゃなくって、あれ私が着てたのってナノさんの衣装なんですよ。ってことは細かいサイズ的にはきっと合ってないはずなんですよ。だからもし自分の衣装着たらまだねまだ隠れてるのかもしれないっていう希望をまだ持ってるんですけど、関係なしに私のね、その短さがね、足の短さがそれでも関係なしに発揮されたら、多分人一倍インナーが見えるっていうあれかもしれないんですそうなんですよ、っていう。私はね、そこにまだね希望持ってる。サイズがね違うからかなって思ってるんですけど、奈々さんが踊ってたら全然スカートが見えてたんですよ奈々さんはねだから私はまだそういう自分にね言い訳をしつつ、自分に言い訳をしつつ、自分の衣装はフィッティングしてるので、舞ちゃんが起きちゃむっちゃいって言ってるよ。何を言ってるんだあの子は。っていうね、はい。いやー、でもあの衣装好きなんですよね、可愛いから。ちょっと CA さんっぽくってね、可愛い夏っぽいよね。まあまあ仕方ないよ、もう体のね長さは変えられんからさ。まあそういう感じっすね。ワイの足分けたろか。お、分けれるもんなら分けてくれや。まあそんな感じで、はい、やっていきたいと思いますうん、楽しみですね。でも、まあ、まあまあまあそんな私のね、あのスタイルのあれはどうでもよくて、普通に夏はやっぱり盛り上がっていきたいですね。りゃちゃんがおきちゃん東京行ってた間寂しいって言ってた。かわいいかよ、かわいいかよ。ゆらさんなんかたまに謎なんですよね、ノリが。なんか私がなんかあのドラフトの LINE のグループになんか夜中夜中っていうか、あの夜ラーメン食べる大会する人この指とまれって謎のテンションで送ったんですよ。そしたら唯一もう誰もね返してくれない中、唯一ゆらぴこがなんかありよりのありってボイスメッセージ送ってくれたんですよ。最高はい、アイボンはもう一緒にいたんですけど、うちはせんって言ってて、でマイキューはなんか猫のなんか何とも言えない顔のスタンプ送ってきてて、何かよく分かんなくて結局ね無視したんですけど、ユラピコは優しいんですよなんかすごいギャルっぽく言ってきた、アリオリのアリーみたいなうん、嬉しかったです。え、かわいい、何かわいいこと言ってるんやねんね。オキシ見た、ニコハレでありがとうございます。なんで島村バラしたの？違うよ、島村バラしたのっていうか、
島村は言っていいって言ってたんですよ。しかも私昨日聞いたんじゃなくてだいぶ前にいつか言うねって言ったんですよ。そしたらいいよみたいなことを言われたんですよ。だからあそんなになんかこだわってないんだなってって思ってたんですけど、まあ確かに不公平だなとは思うんですよ自分でもね。舞ちゃんの秘密をねあのバラしてね、うん、だから別に私は言ってもいいよって言ったんですよ。言ってもいいよって、舞さん私のね秘密も知ってるからいいよって言ったんですよ。でもまあ言わなかったんでね、ま、なんか舞ちゃんの方が優しいみたいになっちゃったんですよ。いや別に私は私はあれみたいな、あ取られ私は許可取ったんだけどなみたいな、ニコバレで書いてもらったありがとうございます。まあまあ、まあ、私は自分の秘密は自分からは言いませんので。 MC をしてる時に、まあ、舞ちゃんがなんか言ったら、はい、あのコメント終わってたんです、ね、そしたらなんかネジがぶっ飛んでるなっていうコメントが見えて私ちょっとどうしようと思いました。違う違う、なんか私は本当にあの言ってるんですよ。むしろドラフト生にも言ってて、ネジがぶっ飛んでるなって知らないのはソラハちゃんだけ。めっちゃ草が生えてたんです。うわーソラハちゃん、ユラさんも最近まで知らなかった。あの一番最初に知ったのはアイポンなんですけど、私は聞かれなければ言わないからたまたま聞かれたのが、あ違うマイキューアイポンの順番かな、たまたま本当にたまたまそういう話題になった時に聞かれたのがその2人だったんですよ、アイポンとマイちゃんで、うん、でそっからずっと言ってなくて、て最近になってあのどうしてもその話題をせねばならぬ時があって、私それ見ついこの間なんですけど、それでユラさんに言ったんですね。でもソラハちゃんにはまだ聞かれてないから、私は聞かれたら言うんですけど、聞かれなければ自分からは言わないから、クエスチョン、そんなあの自分語りしないんで、好きあらば自分語りはしないんで、うん、聞かれたら言うけど聞かれなかったら言わないみたいな、そういう感じですね。すごいね、あのニコハレ、私も今は別に言わない、ね、そんな自分語りしなくてもいいかなみたいな、うん、あれそんな自己主張激しくないんだよね。なかったの、みんな人生いろいろあるさ、うん、そんな感じですか ねみんなあるさ。おきちゃん私の話したらなんて言ってますか、秘密をばらさないと不公平になる。でもおきちゃんの秘密はもうバレたらなんか大丈夫かな、淡々としてる。まあね、おきちゃんって淡々としてますよね。まあまあ、うん、バラしたら面白くないでしょ、だったらこのままでいいじゃない。バラせるもんならバラしてみない、ね、テンションがつかめないからちょっと見ますね。本当につかめない。私は何村、私は島村も好きですけど、どういうテンションで言ってんだろうって感じ。はい、まあいろいろ言ったりしますよ。大きい。アイスありがとうございます。マイキューは見に来るよ。マイキューは見に来るよ。そんな、そんな、本人来た。本人来た。そんな私は大きなことになると思わなかったんですよ。まあ世の中ね、そういう話題が ねやっぱり好きな人も多いんだなみたいな。コメントしてる。どこや。コメント打ったよ。コンタクトしないからあんまり見えない。仲良くして仲いいよ普通に。ビジネスじゃないんですよ、うん、意外と。でもめんどくさくなっちゃった。もう一回送ってください。もう一回送ってください。スマホめっちゃ見てください。これ内部が出てきたんです。まいちゃんのカラーの由来初めて知ったんですよね、この間。へーって予測変換だったのね。面白いわ。何その顔。負け負けなの。うざ。なんやその顔文字は。こんばんはだって。こんばんは顔文字。あ、こんばんはどうも。ご丁寧に。どうもどうも。中村。まえさん、こんばんは。どうもどうも。
早くか。なんかね、どうしたらいい、親おらんと帰れんけん、難しい。どうしたらいいの。こんばんは、どうも。どうしたら、私はこの空間でどうしたらいいんですかね。うざってたね。持ってたらさ見えるんだけどさ、まいちゃんの顔が、端末をね、わかんないからさ、私は何を行ったらいいんだい、何が求められてるんだい。どうしたらいいんだい。どのテンションで曲を出してるか知りたいらしい。どのテンションで曲を出してるか知りたい。いつも通りですよ。いつも通りのあのテンションですよ。私は聞かれたら答えるみたいな。今のテンション見たいって。困ってる今のテンションは。この空気に困ってるぜ。なんか踊ってるわ。じゃあまいちゃんが見に来てるんで、まいちゃんのモノマネシリーズをやりたいと思います。モノマネやるそうです。じゃあ誰のことを一番に愛してるの、新旧のまいちゃんです。まずは旧バージョンをやります。旧ね、新旧ってあの新しいと旧バージョンね、表現力を変えた中村まい、旧バージョン。バカにしてる。新バージョンいきます。はい。旧バージョン振り間違えちゃった、もう一回旧バージョンいきます。バカにしてませんかこれ。本当にバカにしてる。はい、これが旧バージョンで、新バージョンがさっきのやつです。そして、続きまして、コッポさんがやる、変えたんですよ表情、マイキューのモノマネ。3 2 1。コッコ先輩、ここにゴミがついたんです。どうしたらいいですかコッコ先輩、これは路地立てなんです。です。これは本当にバカにしてる、これです。で、似てる。似てます。これは私が、これはまいちゃんのモノマネじゃなくて、これはまいきゅうのモノマネをするコッコ先輩のモノマネです。これはコッコ先輩に似てないって言われました。はい、似てる。で、似てる。次、続きまして、まいきゅうがする、森進一さんのモノマネをするコロッケさんのモノマネ。いや待って待って、これはダメ、本当にダメ。顔真似、本当にダメ、はい、本当にねー、これでございます。そして、全然似てないし。続きまして、ダメ、歌真似シリーズ。ドントルックバックの歌、怒りを、感情をめちゃくちゃ込めている中村舞。叩きのめされてもまたタッチ分かん。これは、SK 劇場シアターぐらいからこうなり始めました。そうなんです、変えたんです。なんか歌い方がね、ちょっと今のは似てなかったかもしれない。普段やってる方が似てますね。いやなんかね、歌声が、ま、あれめっちゃマイクが入ってるんですけど、そしてすごい聞こえるんですよ、すごい。なんか続きまして、結構マイクの音量がすごい入ってるんですよ。複数で歌っているはずなのに、まいちゃんの声だけしか聞こえない、響くんですよね、バーって。暗闇求む、僕のせいか君のせいなのか。そしてオールで歌っているサビなのに、まいちゃんの声が異常に強い、暗闇求むのサビ。恋が終わった。これは全員で歌っているはずなのに、まいちゃんの声しか聞こえないのはなぜなのか。
私はいつも思います。こんなに私も歌ってるはずなんだけど、私の声がわからないんですよ。自分の声が全く聞こえない。誰の声ってなってて、あの声私の声なんですよ、はい、全部すごい こんな声で喋ってるけど、ね、歌うこの暗闇もたもとかドントルックバックの時はこんな声が出てるんですよ。なんかね、いろいろねやろうと思えば聞いてみてくださいんですけど、うん、まあそんな感じですね。はい、以上が中村舞のモノマネシリーズでした。なんだろう、なんか不得してるとかじゃなくてですね、あのやってたらすっごい感情が入った瞬間に声もう変わってしまうんですよ私。アンコールもうないんですよね。そうなります。いやでもそれは他の人も言ってた、すごい声が聞こえるって、私の声がしかもすっごい声だねってなんか言われるんですよ。この間はすごい精神統一みたいなの知ってました。ニコワーレンの時階段座ってってやってたから、私寝てるのかなって思ってずっと見てたんですよ近くで。こうやってじーってそう目を開けて、うわっちって寝てたのって言ったら、うん、うん、寝てないって言ってて、精神統一なのかな。精神統一やってます。いや寝て公演前に精神統一をやらないと入り込めないです。目を閉じて考えてたの中に。タコありがとうございます。ひたすら黙って音楽聴きながらとか、ま、そんな感じですかね。まあ自分をまず暗い曲から始まるから、暗い曲に対して気持ちに入り込まないと無理なんですよ、うん、まあ私ばっかりね、あの言うのも精神統一してたんですか。やっぱ精神統一だったんだあれ。私ばっかり言うのもあれだから、まいちゃんもここで一個いいですよ。秘密をばらそうがモノマネをしようがどうぞお返ししてます。どうぞどうぞどうぞお返しいたします。のんちゃんさんのモノマネできお返しされたんだけど、本当煽ってる本当に今日奥ちゃん煽ってる私のこと。何が出るかな。じゃねねねねねね見てる。うん煽ってる。煽ってないですよ本当に。煽ってないよ煽ってないよ煽ってない煽ってない全然煽ってないですよ。うん本当に煽ってない。ただなんか私ばっかり言うのもねみたいな、ちょっとあれかなって、なんか平等ではないかなみたいな、不公平だなってね。全然煽ってないですよ。よくできましたってコメントしたんだけど、ちょっと待ってもう一回ねやるね。まあそうだな、まあ一個言うとよくできました。何なんだろうその顔文字は。一個言うと私の愛用の顔文字です。こう言うと私はあこっちだった。そうだな、自分的には全然何も好きなんですこの顔文字ね。あのそれが普通だったから何にも感情がね湧かないんですよ。ただ
周りが言うから言わんとこって、こんばんは思うだけだって私的には全然あれなんですよ、割と普通なんですよ。それだけは。これ手じゃないんですか。これ手ですよ。3分の1の順調な感情可愛いねこの顔で、ありましたね、好きなの。僕はあ、みんなやってる。なんかしないの、思い浮かばないの。おきちゃんのあのなんだろう、ガチなんだろう、ネタにできる話、あのガチガチで、私もまさかこんな空気になると思いませんでしたね。やばくないほどのでネタにある話が思い浮かばないんですよ今。なんだろう、なんかガチの話を思い浮かぶんですよね。リンクして変わるかな。恥ずかしい。やばい話したいんだけどね。しん。ガチなのあるよ。だって私おきちゃんと共に行動してるんだもん、ずっと。だから。ガチ以外の、ん？ガチ以外のネタになる話が思い浮かばない。そうだね、確かにガチはあるかもしれん、うん、思い浮かばない。おきちゃんのガチ以外のネタになる話がない。ガチな話、うーん、なんかね、そうな、おきちゃんは普段淡々と話すし物事もガチ、うん、ガチ以外、ガチの話は分かりますよ。うん、確かにだろうな。秘密ってほどのものではないかも。思い浮かばないよ、思い浮かばないよ。負けっぱなし、負けっぱなしじゃないよ別に。私は負けたと思ってません。じゃあよし、中村さん、そうですね。じゃあ、あの、私が普段まいちゃんに説明しているように言ってごらん。あの、ちゃんとそれはお家だけっていうことを言った上での説明を。やだよ、それもあれか、したくないよ。ハートありがとうございます。タワー、すみません、後で名前書きます。話さないよ。やだよ。じゃあやめとこ。まあ。いつかなんかテレビとかで言いたいですね。え、なんかわかんない。話していいのかわかんない。そうだね。ネタない。別に。やり返さなくたっていいや。優しいね、中村舞ちゃん。戦えよ、やられても前を向け。つかテレビで言いたい。テレビか。踏ん張って耐えるんだど。テレビか。TV か。Say back, go on。じゃあ。戦えよ、全力で勝ちに行け。ちょっと行きますか。つらけりゃ歯を食いしばるスティック。いや、本当にね、でもそんなに一瞬ビスとローナーね、あのデンデンデンデルルララデン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 、じらすほどのものでもないんでね。まあこの話はこの辺で終わりましょう。自分を信じろよ。お父さんから調子乗るなってきた。LINE が。
かいよやられても前を向け、はい、もう調子乗らないようにします。前を向け踏ん張って耐えるんだ Don't say back。 叩きのめされてもおきちゃんにまた立ち上がれ、そういう感じで終わりたいと思います。ボコボコにされてもまだ終わらない。お父さんに怒られたので、おきちゃんにもうこの話は終わりたいと思います。お父さんに怒られたの？ウケる。ちっちゃいちゃい。見て逃すんだそう命が続く限り戦えよ全力で勝ちに行けつらけりゃ歯を食いしばちあっウシウシとろんなうなんだこの空気。確かに本当になんだこの空気。助けてください。おきちゃんパパに怒られたの？コスコ先輩おもろいね。おもろくない？それはなんて怒られたんだろう。いや私はね、あのDon't Look Backをよく歌詞をもうDon't Look Backの歌詞ってもう強いじゃないですか。戦えよやられても勝ちにやられても勝ちに行けやられてもいやなんか戦えよ、ね、やられてもまあやられても前を向け踏ん張って耐えるんだ。めちゃくちゃ強い歌詞じゃないですか。ありがとうございます。戦えよ全力で勝ちに行けってめちゃくちゃ、だから私は大好きなんです。だからやられた時に聞くんです。いい曲だよね今やんか。そうですね。調子に乗るなんてきたの？おもろおもろいよそれは。おきパパおきパパくまさんありがとうございます。叩きのめされてもまた立ち上がれ。皆さん叩きのめされてもまた立ち上がってください。お仕事でしんどい時もあるかもしれません。でも叩きのめされてもボコボコにされてもねまた立ち上がって戦ってください。そしたらねそしたら絶対に何かいいことあるんで。ちょうど部屋にいたことありますか？違いますよ。 ありますよあるわ。だるまもありますあります。高2ぐらいの時にショートを買ってました。そうですよ。だからね私は病んだ時に頑張るしかないなって思うんです。病んだからってなんかこう部屋に閉じこもって泣いててもダメだなと思うんです。もう病んだらもうやるしかないんですよね。お迎えじゃないです。叩かれたい。それは違いますねお迎えじゃないです。好きなギャグ教えて。好きなギャグ。風邪ひいてんの？好きなギャグはネギを巻こう。中江さんのギャグが好きです。芸人なの？芸人じゃないですねアイドルですね。病んだ時に聞く、うん、なんだろうね。うん、いやでもね、私は本当にそう思いますよ。え、ネギ巻いたら治りますよ。多分。あと、あの枕、氷、なんだっけ、氷枕。豆腐は残念ながら絹が好きですね。何が残念ながらかちょっとよくわからないけど
ママヌトラか迷ってるおすすめですか。どうなんだろう、人によるのかな。父親が不機嫌そうに、人によると思いますね。舌打ちをして立ち上がる、成績が悪いのがそんなに気に入らないですか今のなんでこの雪急に。私の声好きですか。私どんな声してんだろう。私ちょっと反抗期みたいな顔してますよね、シンドバッドって思うんですよね。シンドバッド撮るか撮らないか反抗期だな。ぜひ撮ってくださると嬉しいです。お願いします。やさぐれてる。聞き取りやすい。おきちゃん泣かないで。おきちゃん泣いてないです。自分の声ってさ後から聞くと変な感じ。全く泣いてないです。嫌なんよね。今日のが夜中書いたやつ。今日、うん、確かにそうですね。夜中は別曲の世界に夜中書いたのは別の話だけど、ね、普通に暇な時書いたやつです。あれは入りたいんですよ、もう曲の中にどうやったら入れますか。ひたすら自分といろんなものを置き換えたりしてます。全部続きはないです。合わせるんですけど難しいですね。続きはなし、1話限定です。めちゃくちゃハートありがとうございます。声が大きい、低い声しなくてもいくらいで続きものかけなくて、ダンドラックバック本当にバンバン割ったやつ勝手になるんですよね自分、はい、なんかそのまま出した高い声で歌えんのよ。めっちゃクマもらうじゃん。明日レッスンです。憑依系ってどんな感じ。ありがとう。表情まだまだだよ。神さらさら。ありがとうございます。ありがとう、うん、画像ついてないよ。メロイ、いや割と画像はつけてる方だと思ったんですけど、どうなんだろう。人と比べたことがないからわかんない。髪いじらんの。それなんですよ。私公演の時いつもロシなんですけど、髪の量がすごいなんかすごいやばいよって言われて、でメイクさんに中でこうすごい止めてもらってるんですよね。なんですけどちょっとあれなんだから改善しようかなとちゃんと思ってます。髪の毛のことは私いつもこのおろしでね出演するんです。でメイクしたって言われるんですよ。ちゃんと書くことはメイクした、それ髪の毛ちゃんとしたみたいな。ちっちゃい頃からしたんですけど、だから今日は光りますか。光ります、もちろん。まあ、うまいかうまくないか別として。三つ編み暗い曲じゃん。普通に趣味として。明るい曲はあるんやけど暗い曲で三つ編みがなかなか書いてます。ねえ最初ね合うかなと思って全然線なんよね。ポニーテールはいけると思う。ポニーテかツインはあんまりね、うんって思った。ちょっと自分の中で曲に入り込むときに何つくれるの。そう顔が見えになるよね。実は今ここ編み込みとかでさ、こうでもねヘッドセットに髪の毛が引っかかったりするんですよね。ぐらいだからこうくくってた方が後ろとかでさ止めた方がすごい踊りやすさもあるし顔が見えなくならないっていうのもあるんですけど。まあ、でもどっちにしろストレートベースで描いたことないですね。そうですね、絵が改善したいですね今度 NMB さんの絵がそんなに上手くないもので最後にあるからその時にちょっと改善できたらいいですね、うんうんうん、すっきりさせようか。うん、髪の量が好きな元々なんですよね。しかも一本一本がすごい太くてしっかりしてるんですよ。興味を持ってくださった方はだから、はい、見てちょっとね染めてはないんだけどね、光に当てるとちょっと焦げ茶色なんです、うん、私の髪の毛しかもねストレートないよね。でくれないのですが。剛毛？剛毛ですか？
そう、あゆまんさんとお父さんがハルルンさんもし見てるのかと思うと思うように喋れなくなる。これはやっぱり身内がいるとあれな、なんとか弁慶ですかね。逆か。おやすみなさい。いや、わかんない、もう見てないのかもしれない。恥ずかしいよ。ネムビーさんね、そう、生誕祭です。10つの時とかあったっけ。1回だけありました。出るかは内緒ね。めっちゃ送ったなって思い出があります。確かにまだ発表されてないんか、うん、じゃあ私出るか分からんじゃん。出たらいいで。調子に乗るなんて言われたか。私は調子に乗れないんですよ。あゆみさんって呼んだり、あゆまんさんって呼んだりかな。うわ、内緒行っちゃったよ。私あれですね、分かんないんですよ。結構あの公式ホームページで知ることが多いんです。どうも、金曜日だからあの全部出張公演出てるから、次出るか身内に見られると恥ずかしいです。出るかな、出たらいいんですけど、自分としてはさ聞いてないんですよ結構。そうそう、うん、聞かない。なんか結構だから私ホームページで知ること多くない。今日は早めに終わろう。ごまかし頑張れんの。そういうこと言う人本当に見られてるって思うとやっぱりね。まあね、そう思ってる人がいるんだったらいいですよ。タワーくれたことに名前だけ書きたいんですけど、ちょっとね、髪がなくてですね、もう何も心が折れたんでやめます。今日はそうなよね。でも私さ本当にホームページで知ることが多くてね、なんかめっちゃ言われるんよコメント欄で。髪が出るんだねって言われて、それで知ること多くて。でも出るかなって思ってる。記録だけなかなか出たいなっていう願望ですね、自分としては。レシートに書くっていうのは失礼ですよね、うん、だってレシートなどめっちゃアホほどあるんですけど、ここにメンバー。そうですね、結構ね知らされてない。しょうがない、明日書くのでちょっと名前だけ記録しておきます。そう、ホームページで知るメンバー多いよね。なので教えてください、すぐに。なのでタワーをくれたジェンナラさん、明日見に来てください。最初の方に言うと思うんで。光りますね。それでは、わかんない。バンジャー呼びたいと思います。私公演一回もまだね休んでないんよ。行きます。デザイン、ナンシマンさん、ありがとうございます。ジニー、そうなんよ。わからん。リョーニャさん、ありがとうございます。11、シュージさん、ありがとうございます。 J、クッキーさん、ありがとうございます。いつも間違える、ここ。9位、マッツァーさん、ありがとうございます。そして8位がトートーさん、ありがとうございます。7位がヤスさん、ありがとうございます。6位がジロさん、ありがとうございます。5位がアツシさん、ありがとうございます。ちょっと待って、盤上が。いや、4位がトリダーさん、ありがとうございます。13位から4位までの皆さん、ありがとうございました。そして3位がマッカさん、ありがとうございます。そして2位がミリビンさん、ありがとうございます。泣いてないよ。1位が叩きのめされてもまた立ち上がれやけね、お礼をさせてください。ありがとうございました。それでは、見てくださった方々ありがとうございました。またね、また明日、バイバイ。まだ立ち上がるんだから、叩きのめされてもまた立ち上がるんだから。